今日は衣替えをするにはちょっともう時期が遅いんですけど、でもとにかく夏物をねしまっちゃおうかと思ってます。私のこの格好を見てもわかるように、もう涼しくなっちゃってっていう割には足はまだ素足ですけど、とにかくねもう真夏の時の服が基本的に着れなくなっちゃったのでしまおうと思います。雑多に持ってきちゃったんでね、すごく畳まなきゃいけないんですけど、これはね結構着やすいんでね、着ましたね何回も。チャキが来たよ。ご飯食べ始めた。蓋の上で畳むと何がいいかっていうと、この入れるコンテナのサイズに畳めちゃうから。あ、ごめんごめん、そっち行く？開けようか。はい、これねすごく丈の短い T シャツです。とにかく私はとっても寒がりなので、秋とかそれから冬になっちゃうと本当にいっぱい着込んでもっこもこになっちゃうので、重ね着をすごくいっぱいして、なので夏はねそういう意味では本当に楽な格好ができていいなって思うんです。楽なんですよこういう服本当に。ですごくもう薄い格好で暑くも寒くもないっていうのいいですよね。これもよく着ました、ボレロです。釣ってないとすぐ服ってシワになっちゃいますよね、うん、うわ本当に黙々と服をしまってる動画になりそうです。うん、これもね結構着ました。あとねこの長めの T シャツも部屋でよく着てました。楽なんですよね。なんかあっという間に本当に季節って過ぎちゃいますね。紫外線カットのボレロ。日が陰ってきたな。そうだ、写真撮っとこうか。そうでしょ、カゴに入るでしょ、そこだったら。チャキが落ちた。ね、ガラガラ言うな。部屋が暗くなってきた。大急ぎ。電気つけよっか、もうそろそろ。できました。よいしょよいしょっと。今日は夏物をしまいました。